青谷が勝ちますテロップ入れてたけど、和道さんが勝ってます。ユータンありがとう。いや、まあ、どっちが勝つか分かんないよ。まあ、ドレさんは安心感あるよね。ドレさん安心感あるよ。どうする、あの、ドレさん本番になって足、もう こんな緊張しててガタガタガタみたいになってたら。あの、格闘技は大丈夫なんだけど、あの、配信者として緊張しちゃったらどうする。どうだろうね。昨日軽く流してきたけど、どうだろうね。自分を信じます。うん、はい、どうもどうも。ドレさん絶対負けれないって号泣してた。熱いね。まあ大丈夫でしょ。絶対負けれないって号泣してたの。熱いな。見ればよかった。寝ちゃったよ、もう。熱いね。いいね。まあ絶対負けれないよな。プレッシャー半端ねえよな。プレッシャー半端ないでしょ。いや、ドレさんメンヘラだよ。昨日泣いたのビータ。いや、ドレさん泣くの結構やるからね。ドレさんは最近なんか閲覧が増えておかしなことになってるけど、もともとね、あの、結構ね、ブチ切れたりね、泣いたりとかで、喜怒哀楽がおかしい。だから最近もう大手になっちゃったからプレッシャーがパナやかったんでしょ。ドレさんはね、あの、格闘技のプレッシャーよりもね、配信者としての今後の人生のプレッシャーを感じてるんだよ。俺は格闘技の方のプレッシャーでやられそうな。あんな大先生みたいに指導しといて負けたら、いや、俺は言ったよ、コメントで2、3回言ったよ。ドレさん負けたら僕爆笑しますよ。爆笑するよ。日頃の努力実りますように。どうだろうね。俺の右。まあ、左を見てほしいかな。左を。おはよう。カカおはよう。たくみさんまだつ。左だね。ジャブ。ワンツーだな。ストレート系を見てほしいね。ゲータッシャーだからね。まあまあまあ。みんなで祭り盛り上げようぜ。いよいよだね。お、ヨンベさんありがとう。ボンおはよう。おはようゆう。カオちゃんおはよう。すげえわかる。捨て頃終了後の数をかなり危惧してる。いや、だから俺のパンチが効いてんだよ。閲覧半年後に80、アクティブ80になる。俺のパンチが効いてんだよ。俺もいいローキック食らったから、俺も配信者としていいパンチカウンターで入れてやったの。配信者としてはお前、俺ハードパンチャーだぞ。超ゴリゴリのインファイターだからな。配信者としては。もう修行期間終わったんだよ。格闘技は師匠だけど、配信者では俺先輩だから。今日の調子はどうだ？まあ見ての通りですね、翔太さん。まあどうだろう。やっぱね、リスナーさんのアドバイス聞いたね。夜中軽く流したんだけど、体調子いいわ。体の調子がすこぶるいいね。そうだね。焦ってパンチ振り回すじゃなくて、コツ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 、本当に。コンパクトに早く、ガード上げて。シスさん何時から？ 19 時から19時から。便所太郎さんの枠。ブルさんリスナーに勝つイメージしかされないから負けた方が面白い。絶妙な振りが始まったな、お前らの。お前らの悪い癖が出始めたな。運動神経悪いからボロ負け。あ、いいじゃん、別に。負けても勝っても。一生懸命やれば。はい、マリモン、あたつ。あ、本番、裸眼。本番、裸眼。いつも裸眼でやってるよ。コンタクトしないよ。試合中にコンタクトなんか外れたり、あの、目傷つけたら嫌だもん。ありがとう、カメオ。いやいや、全然うまいよ。俺より全然うまいもん。俺がお願いしたんだよ、教えてくださいって。そこは、あれ、誤解がないように訂正しておくけど。そのハイドがつけてた。懐かしいでしょ？そう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 。な、中学生の時に買ってて、この前原宿行ったら売ってたから懐かしすぎて買っちゃったんだよ。よくわかったね。ハイドネックですね。おはよう、のりたん。本日楽しみにしてます。頑張ってください。頑張ります。おはよう、チョコ。知ってるね。ガンツさん。そうそうそう。あの原宿の。
ジムズインの隣にあるおばちゃん、まだ生きてて、で、何年やってんのもうつったら、30年以上やってるよ、つって、この店って。よく潰れねえな、つったら、ああ、もう死ぬまでやってやるよ、つって。で、おばちゃん、つったら、ああ、つって、これ中学生の時買ったよ、つったら、もう買うわ、つって。すげえ懐かしかった。デッパちゃんいらっしゃい。頑張るよ、カニパン。まだあった。実は残り2個だったの。でまだあったっつって。俺ここでなんか買ったよっつったら、そう、あったあったっつってさ、興奮したよね。うん、いくらかは言わない。安物だよ、原宿の。でも、なんか18年前の商品がまだ売ってるっていうところに俺は感動しちゃって。なんか買わないとと思って。うん、まだあったよ。残り1個だったね。ジムズインの隣にある。いよいよだね、デッパちゃんね。俺と青山が全てを手に入れるか全てを失うかだよね。賭けだよ、賭け。よう挑んだよ。前日にリスワン、さすがでしょ？これが実力だよ。これが実力だよ。リスワン皆さんありがとうございます。昨日、おかげさまでリスワン1位取りました。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。皆さんのおかげでリスワンいただきました。1万円ゲット！ありがとう。7期連続リスワン1位だから。ふわっち来てから全部リスワン取ってるから。あざーす。今月もね、余裕を持って配信できます。本気見せてほしいです。本気どころじゃないよ。さっき、もう全部、木と名のつくものは全部置いてくよ。リングの上に。勝たなきゃ俺には明日はないと男の子してた。いや、ないだろうね。勝たなきゃっていうよりも、勝っても地獄、負けても地獄なのはドレさんだから。俺はでも配信者として待ってるよ。来るよ。よっしゃ。ドレさんの本当の戦いは試合の後からだから。試合からじゃないから。試合の後が本当の戦い始まるんだよ。試合はね、19時から。うん。チャッキーおはよう。19時からだよ。ドレさんの本当の戦いは捨て頃の後から配信者として始まるんだよ。本当の地獄が。何度減らったか。何度引退してきたか。宮崎駿ばりに引退してきたからね、俺、うん。昼寝はしない。もう、ロハコさんのところ行って会場ではもうずーっとアップしてる。汗びっちゃびちゃで、もう体ほっくほく。もうハードトレーニングすぎるだろぐらいにもうガチガチに温めて、本番もゴング鳴った瞬間にトップギアで行くよ。そうだね。コンディションいいね。うん、ベストだね。その、心の調整も実はやってたの。心の調整もあえてやってて、当日減らりたくないからね、今だから言うけど、実はね、わざと一週間前からね、減らり気味にしてたの。わざとネガティブにしてたの。今日すべてポジティブで行くために、わざと分かってたから、俺の性格の基準。だからこの一週間、おかしいぐらいネガティブだったでしょ。吐き出しておいたの。もうそれ全部自分で心の調整やってたよ。今日はもう完全にお祭りだって決めてたから。もう大丈夫。心のメンタルコンディションもバッチリ。体もバッチリ。仕上がりました。完成です。寝れたよ。ありがとう、今日の CD バーガー。毎週はどっち？このバンテージで。このバンテージで行きます。TJ さんも会場に向かってる。あ、本当に？オッケーオッケー。いや、メンタルに関してはね、オーバーワークはないよ。軽めにアップしたから。いや、そりゃそうでしょ。3ヶ月間やってきたんだよ。しかもね、俺、タチューヒコのね、百裂拳分かった。覚えたよ。今日出すかもしんない、百裂拳。試してみたの。どうやってやんだろうと思って。あれ分かった。超至近距離で、もう、パワーなしで、スタタタンって入れるんだ。ちょっとね、ブレちゃうけど、タタタタって入れんの。タタタタンって。最後だけ重めに入れんの。タン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 を、タタタタンって入れんの。もしかしたら使うかもしんない。超至近距離でボディをタタタタンってボディから顔面。会場入りはもう出るよ。ロハコさんの家に2時到着予定かな。まあ、だからちょっと雑談して風呂入って、体温めて準備して、ロハコさんの家行って2人でそのまま。新規は入る。
まあ、そうそうそう、悔いが残らないように全部置いてくよ。だからもう考えてないな、うん。リングの9分目の最後のゴングが鳴ったら、あとは考えてない。ヒカル君は便所さんの何を批判したんですか？知らない。わかんない。ヒカル君のことはヒカル君に聞きなよ。なんで俺に聞くの、うん、俺リスナーじゃないからわかんないよ。ヒカル君に聞いて、ヒカル君のことは。まあでもね、配信者がね、50人、60人ぐらい集まるんでしょ？客含めたら下手したら80人行くか。結構楽しみなんだよね。会ったことない人。コンディションバッチリだね。バッチリだね。完成。完成です。目覚めよし。体調よし。メンタルよし。うん、完璧。パーフェクトです。花火用意しといてね。勝ったら花火よろしく、みんな。今夜は花火祭りだよ。パーリーない？花火祭りでパーリーない？いや、もう完全だね。ヒカル君ちょっとあるね、塩対応のところ。便所さんの枠です、放送は。え、注目されてるかな俺。そんなでも、かませ犬っていうか、俺はあれじゃない、前座扱いじゃないのわかんないけど。第2試合だし。いつ投げましょうか？それはもう試合後の枠でしょ。試合後の枠にドッカンドッカン行こう、花火祭り。ドッカンドッカン行くよ。されてる？何が？何がされてんの？主語述語をちゃんと書きなさい。いきなりされてるよって言われたら何のことか分かんないよ。TJ ギャラ3万だけど山口からの交通費でマイナスみたい。俺さ、捨て頃の全部の金20万かかってるよ。選手みんなウェアだけで、ウェアだけでいくらだ？服で？服だけでいくらだ？ 28,000円ぐらいでしょ？で、グローブとかレガースとか全部入れてプロテインとかもうとんでもなくかかったよ。そんなね、交通費とか小さい話じゃないから、選手めちゃめちゃ金かかってるから。そう？ワドって名前別にインパクトないと思うけど。調整だよ、調整。当たり前じゃん。板から揃えると高い。1から揃えて高いよ。マウスピースも2つ買ったし。ねえ、バンテージだってこれだって結構高くて、2000いくらだっけこれ？ 2500 円ぐらいすんだよ、こんぬの。高い高い。グローブはね、安かった。で、そこから下手っちゃったんだよ。本革じゃないの買ったから。安物はダメよ。もうボロボロ。テープもダメになったし。まあでもね、支援いただいてたから、いろんな人から。誕生日プレゼントでウェア買ってもらったり、捨て頃にかかる費用を出しますって言ってもらえてたから。まあ、負担は少なかったけど、ありがたいことに。アパートの隣人がうるさいんでやっつけてください。やっつけません、僕。警察に行きましょう。キーヨさんおはよう。お、ブドウ糖先輩いらっしゃい。うん。かかるかかる。手首固まった？え？どういうこと？何手首固まったって。手首固まってないけど。昨夜番になった深夜地を映したり、声でも便所さん番になるんでしょうか？あ、知らない。深夜地の何？どこで番になったの？ふわっち番になったの？なんで？やっつけません、僕。何の話してんの、みんな。ん？何の話してんの？よくわかんねえわ。まあ今日隣の住、ああ隣の住人、うん、そう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 、ツイキャスの便所太郎さん、ツイキャスの便所太郎さんの枠、キャスでやっちょばん。へえ。あ、そうなんだ。
ッター映ってバンとか絶対ありえないでしょ。運営さんもそこまでバカじゃないでしょ。新野町一人のためにさ、こんだけの大イベント映さないってアホすぎるでしょ。さすがにそれはないよ。声が映っただけでバンとか。なんでバンになったんだろうね。なんかやっちゃったんだろうね。まあ青山とかっこいい試合やりてえな。俺のイメージね、3ラウンドはもうスタミナ切れてんの、お互いでも意地と意地のぶつかり合いで、最後はもうぶん殴り合い、ノーガードで。3ラウンド入ったら俺ノーガードいくから。もう全部いいでしょ。2ラウンドまではちゃんとやるけど、3ラウンド目入ったらもうあれじゃん、もうわけわかんなくなるじゃん。ノーガードでもうぶん殴り合いでいいよね。もう蹴りとか技術とか関係なく、もうバッカバカ殴り合いでいいでしょ。どう ?3 ラウンド目。3ラウンド目いけること自体奇跡なんだから。3ラウンド目入ったら俺遊ぶよ。ノーガード。宣言しときます。ああ、そうなんだ。ふわち誘導でバン。小さいサイトだな、おい。ああ。で、この配信、俺はしないよ。うん。俺は楽屋風景を動画で撮影する。それはもう許可もらってるからさ、便所さんに。見物でしょ?いや、もう3ラウンドまでもつれたらもう勝負決まってない、互角ってことじゃん。もう遊びに行くよ。いや、いけるかどうか相性とかさ、お互いの気持ち次第じゃん。チャンピンにも、ね、チャンピンは、いや、俺は普通にマイペースに行くよかもしんないし。いや、シャンピン別に鼻低くねえぞ。マリアンありがとう、風船。畠山 VS 坂本戦みたいな、かっこいい試合やりたいよね。ファイトマネーっていうかね、ギャラが一律3万円。歌の人も、勝った方も負けた方も3万円。で、勝った方にはプラスアルファ金一封。MVP にも金一封。頑張ります、ミスターさん。ミスターユナイテッドさん、ありがとう。放課後さんって何?放課後さんはって何?誰?放課後さんって。うん。19時から。ファイナルカードは、ポンスケ VS、ベンジョ太郎主催だね。多分ね、でもね、ベンジョ太郎さんもう今後出ないよ。ベンジョ太郎さんラストマッチになると思う。プロモーター側に回ると思うよ、ステゴロ2は。もう動き見てたけど無理でしょ。選手としてのプレッシャーと、プロモーターとしてのプレッシャー。多分これラストの試合になると思うよ、ベンゾさん。だから、見逃さない方がいいと思う。ベンゾさんめちゃめちゃ強いから。さあ、気合だな。放課後ちゃん知らない。うん。グッズの売り上げは関係ない。各個人。要は、ベンゾさんが捨て頃として売ってるのは俺らにギャラの配分はない。そこに俺らも、物販やるから。各自で物販は設けてて。お、イモちゃんおはよう。今日よろしく。俺の生き算見てて。6万総取りの方が面白そう。いや、まあ、っていうよりも俺はメダルが欲しいのね。勝った方にだけ捨て頃メダルって言って、勝者のメダルがもらえるから。あんまりもう、金のこと考えたら赤字なんだから、全員。あんま考えてないよ。それよりも有名になったりとか、勲章箔つけて、有名になって、なんかワド頑張ったなっつって、で、リスナーさんが増えて、で、リスナーさんがどんどん増えていけばさ、花火とかも増えるじゃん。確率的に。俺はそういうの狙ってる。俺は売名だと思ってるから。今回の試合は売名しに来たんだよ、俺は。ワドっていう男の生き様を見てもらって、アンチと囲いとファンを増やすんだよ。リスナーさんを増やすんだよ。俺は売名しに来たんだよ。金払って売名しに来たんだよ。命かけて。そう、命かけの売名。ファイトマネーはギャラ3万プラス勝った方に賞金。フォローありがとう。ハニートラップさん。うん。売名の和道だから。あ、でもね、俺だけ、うなちゃんマンが金一封出してくれるって。1万円くれるって。勝ったら、昨日ね。おい、和道。明日よ。頑張れよ。おいちゃん見てっからよ。お、そうだ、和道よ。ボスだよ。明日よ、勝ったらよ。
おいちゃんがよ、包んでやっからよ、頑張れよ、って言ってた。うん。昨日言ってたよね、おいちゃんね。うん。だから、俺の場合、俺はスペシャル、佐野スポンサーがいるから。買ったら1万円包んでくれるって。ねえ、嬉しいよね。気持ちが嬉しいよね、そういう。もらえるかもらえないかとかそういうんじゃなくて、うん、戦績よりも感動を与える戦いをする気やな。いや、俺は感動とか戦績とかじゃなくて、もうね、リングの上で全部出してく。32年間の人生を置いてくる。もう俺の生き様見とけやーって、もういらねえわーっつって、もう何もかも失ったわーっつって、うん、友達もいねえ、家族もいねえ、恋人もいねえ、仕事もねえ、プライドもね、全部ぶつけてやるわ、今日。何も持ってないやつ怖えぞ。何も持ってないやつが一番怖えんだよ。肩気舐めんなよ。大会にもスポンサーついてんの？うん、大会っていうかね、あ、まあ、ついてるついてる。だけど、あんまりね、そこは俺わかんない。大会にもスポンサーもちろんいっぱいいるんだけど、協賛とか。その辺は全部便所太郎さんだから。俺はあくまで便所太郎さんと俺の契約なの。だから、その、金の流れとか一切把握してないよ、俺ら。うん。そうだね。死ぬ気でっつうか、俺はもう全部置いてくよ、リングの上に。うん。プライドなんかないね、もう。プライドなんかないよ。うん。全部ぶつけてやるよ。いいところも悪いところも。生き様全部置いてこうと思ってるから。集大成だよ。とりあえずここに杭打つから、今日。真剣はファーストリングに杭打ってくるから。ダンと爪痕残して帰ってくるよ。足は治ってないです。一発でも入ったら終わりです、僕は。はい。僕の左膝はぶっ壊れてます。左膝だけ絶不調です。はい。桃缶入ったら終わります。まだ痛いどころかしゃがめない。歩けるようにはなった。フットワークも昨日確認したから大丈夫。ただしゃがめない。ぶっちゃけ厳しい戦いになると思うけど、ワドさんの気迫を見るとかね。うん、オッケーオッケー、ガンバさん。そうだね、当たって砕けろだね。もう肉を切らせて骨を断つだよ、うん、骨を折ってね、命をもらうから。俺左足を捨ててくるから今日、うん、伝わるよ。リスナーさんはバカじゃないから。ずー、配信者を見る目は一流だろ、リスナーさんは、うん、物販はね、会場の奥内だけれども、その、なんつう、通路って言えばいいのか、トイレとかがある方っていうの。うん、おい、ぐでたまありがとう。あと、花火ありがとうね、さっき。匿名さん。花火ありがとう。面白いとかあんま考えてないよ。どうなるかはわからないよ。受けも狙うつもりないし、俺は。一切受け狙いなことやるつもりねえ。全部出す。悪いけど、ネタはない、今回。全部置いてく。手を抜くなんて、俺一回もやってないからね。練習中でも手なんか抜いてないよ。ゲロ吐いてさ、這いつくばってさ、叩かれてさ、かっこ悪いの笑われてさ、俺が今まで手抜いたか、練習で。うん。チケットないと入れない物販。物販はまだスタッフだもん。入れるよ。うん。そう、もう死の子の格好つけてる暇なんかないんだよ、俺には。だから言ったじゃん、前々からソールドアウトするから買えよって、休み取れよって言ったじゃん、うん、便所太郎さんのツイキャスでやるよ。便所太郎さんのツイキャス、うん、新規はファーストリングだね。ていうかもう朝から30枚しか立ち見席出ないから、もう今から並んでないと無理じゃね。わかんねえけど、もう並んでるでしょ。ツイキャス、便所さんのツイキャスのみ。ガードは上げるよ、もちろん。ただ、もう3ラウンド目までもつれた場合ね。もう、そしたらもうドローってことだ。もう勝負捨ててノーガードでぶっ殺しに行く。もし3ラウンドまでもつれたら喧嘩だよ。3ラウンドまで行ったらもう関係ない。もう和道すら捨てて、始末高光で行くわ。島津見せるわ、島津。鬼島津の血が流れてるから。バトルクレイジー。戦国時代最強の武将と言われた鬼島津の血が流れてるからね。
怪我はするよ、黒助。知らねえ、命すら置いてくよ。何時から ?19 時から。19時から。祭りが始まるぜ。楽屋風景もどうなるんだろうね。どうする?ドルさん帰ってきて号泣してたら。そういうのも全部映すから、みんなチャンネル登録しといて、YouTube。あの楽屋風景 YouTube にアップするから。ドラムね。ドラムは大丈夫だよ。いいよ、もう。死んだっていいんだ、俺。今日。今日はいい日だよ。今日は死ぬにはいい日だよ。全部ぶつけてこよう。気合バッチリっていうか、もうベストだね。もう計画通り。メンタル、フィジカル、全部完璧。パーフェクト。もう狙い通り。もう予想通りの展開。今日8試合。全部で。全部で8試合だね。勝ったら花火頼むよ、みんな。一発ずつ。1000円俺にくれ。小学生でも持ってるだろ、1000円ぐらい。どうしたらいいですか?起きてた方がいいんじゃないの?別に寝過ごしてもね、もったいないから。もったいねえからさ。いや、開会宣言とかはその前にやるのかな。開演が、開演が19時で、多分放送されない部分がいっぱいあるのよ。要は写真撮影とかもあるし、インタビューがあるから、あのメンズナックルズとスパの記者と、あと配信ニュースさん、上場企業のあのベンチャーでやってる、あの、なんだろう、配信者のアプリを開発してる会社さんが来るから。3社来るのか、インタビュー。テルチャンピン、青山ね。うん。テルがあんなブヨブヨのやつに負けるわけないとか言ってた。いいよ、いいよ。俺2試合目。リアドしてご飯ごちそうする。来いよ、打ち上げやるから。うん。新宿に流れると思うよ、多分。オフ会だから参加する人は、新宿集合で。多分夜中の12時ぐらいだと思う。歌舞伎に着くのは。俺はキャスバー行くから。どうだろうね、秒速ね、わかんないけど。まあ、青山が吠えてる、珍しく吠えてるっていうのを予告しとくよ。青山今、ブルブルに震えてるから。あいつビッグマウス言わねえだろ。俺のことディスったりもしないじゃん。あいつが急に今日の今日になって、あんな奴には絶対勝つわとか吠えてるのは、俺にブルってるからだよ。俺はもう違うよ。もうこの一週間戦ったから。一、二週間夢でずっと青山と戦ったから。うん。もう怖くねえぞ。お前とはもう何回戦ったか。100回以上戦ってるから。うん。100回以上戦ってる。青山は今ブルブル震えてんだよ。何もしてこなかったから。うん。俺はもう仕上がってるよ。楽しみだね。練習期間3ヶ月だね。これは。試合後の飲みを配信するかどうかは気分次第。うん。ただ、金梅さんとヒカルくんと飲んでる時に話したんだけど、負けたら放送できないよねって。負けたら1週間放送やめるわって言ってた、みんな。わかるっつって。だから負けた方はさ、もうかっこ悪いから放送できないじゃん。サイレント引退するだろう。サイレント引退。リアルダメージ引きずるから。いや、もともとスポーツマンなの。青山は。
もともとスポーツマン。俺も結構体仕上がったよ、なんだかんだ。なんだかんだ仕上がったよ。ごめんね、カズ。俺はもうリングのことしか考えてない。その後どうなるかなんか知らねえ。もう俺は頭の中リングのことで頭いっぱいだから。9分間のことしか考えてねえから。生放送はね、便所太郎さんのツイキャス。19時から。夜の7時から。そうそう、サッカー、サッカー。サッカー選手よ。サッカー選手。海保は今入院してるよ。精神病院入ってる。だから試合も見れないっつったね。楽しむよ。全部肌で感じてくるよ。全部肌で感じてくる。一生に一回あるかないかのね、大事な日だから今日は。おいちゃんありがとう。ステゴロ感染、え、来んの？おいちゃん来んのかな。感染って書いてあるからよろしくお願いします。会場でもしいたら、あれだったら声かけてください。ガチだよ、ガチ。台本なし。まあ、俺の試合に関してはだけど、他の人が台本組んでるかは知らないけど、全くないよ。全くない。喧嘩するのも初めてだもん。おい、モルヒデソーダさん、ありがとう、花火。ケーキ漬けの花火、ありがとう。いいね。もう、あれ、前祝い。モルヒデさん。お、サノキいらっしゃい。サノゲいらっしゃい。今向かってるんですか？早くない？あ、じゃああれかな？立ち見席取るのかな？ぜひぜひ会場で声かけてください。ステッカーも販売してるんで、もしよかったらおいちゃん買って。1枚1000円で売ってる。普段のステッカーと、この捨て頃限定？捨て頃、限定ではないか。捨て頃イベント用のシール。2つステッカー用意しました。よろしくお願いします。俺は今日この日のために、ね、技を磨いてきたんだよ。努力大嫌いなのに。いやー楽しみだぜ、本当に。そうだね、全部ぶつける、全部ぶつける。新しいのいいでしょう。練習の成果出るよ、出るよ。俺は練習以上のものを出すから。奇跡の男だよ。俺は持ってるから。和道だよ俺。今までどこどうやって這い上がってきたか見たでしょみんな。その辺のさ、無名とは違うんだよ、うん。俺は本番以上のことができるタイプだから。愛知ちゃんありがとう。
会ったこともない配信者の人と会えるチャンス。そうだね、結構。まあまあ、試合後にそれは打ち上げとかで楽しみにしてるけど。うん。俺がこう、まんじを描いたらもう試合が終わるから。わかる？俺がウィービング始めたら、マックのうちってコールが出るから、こうやって。ブオンブオンブオン。おっと、幕の内、この体勢はデンプシーロールか。やばいぜ、今日は。あ、SS なんですね。いい席取りましたね。あ、じゃあ撮影あるじゃないですか。撮影の時、おいちゃんだよって声かけてくださいよ。わだわって、おいちゃんだよって。あわよくばテンプシーロール出しちゃおうか。ガゼルパンチからの。リバーブローを突き刺して、そっからのガゼルパンチからの、ブオンブオンブオンって。リバーブロー、ガゼルパンチ、デンプシーの、伝説の流れ。ホワイトファングも出るかもしれない。ツバメ返しとかバレットとか、相手はまあ芝にだからフリッカー使ってこないぞ。うん、フリッカーは使ってこないよ。タイプ的にどうなんだろうね。初めの一歩で言ったらあれじゃん、あのスピードスターっぽくない？なんだっけ、あのロン毛のスピードスター、名前出てこねえな。 あそうなんだ。へえ。リバーブロー出す突き刺す、バチーン。ありがとう、フォロー。プンちゃん、ありがとう。多分みんなが思ってるより早く終わるんじゃないかな。1ラウンドで下手したら1分とかで終わるよ。酒飲んでたの？すげえな。すげえな。余裕たっぷりだね。一発いいの。お、もう並んでる人いる。すげえ。もう並んでる人いるよ、捨て頃。ツイッター見たら。すげえ、当日系。いや、すごい、この人。もう並んでるよ。もうすでに。でもね、素人のボディはダメよ。素人に素人がボディ打ってもダメなの。あくまで技術を持ってる人が、その素人にボディだったら一発で乗せるよ。だからパンチ打つ方も技術が必要。頑張るよ、ブンちゃん。ありがとう。みんなフォローよろしく。いや、大イベントでしょ。超祭りだよ。だってさ、自分の名前がさ、ローソンのチケットピアで買うさ、あのところに名前が出るでしょ？まず。まずこれもすごいじゃん。一般販売されてるチケットにまず俺名前が載ってるのよ。和道って。ここに。チケットにまず名前が載ったでしょ？和道って。で、今度は雑誌にも顔写真載ってるでしょ？で、勝ったらインタビューだぜ。見開き一面で載るかもしんないんだよ。たぎるでしょ？たぎるでしょ？たぎるぜ。
いや、芸能界とかいいよ。俺、配信で飯食ってるから。配信の方が稼げるんだもん。配信はいいぞ。稼げるぞ。夢があるぞ。配信の未来は明るいよ。ソロかな。あと11時半ぐらいまで、12時ぐらいまで雑談やってても大丈夫だよ、うん、フォローありがとう。おいちゃんよろしく。気合い入れてこうぜ。 YouTuber よりは稼げてる人少ないかもしんないけど、最近だと月収100万以上を取ってる配信者何人ぐらい、10人ぐらいいるし、俺も結構稼がせてもらってるよ。まあ、YouTuber だとね、1億円とか稼いでる人いるけど、アイラっていう人は1ヶ月700万稼いでるね。まあ、多分半年で2000万ぐらい稼いでる。佐野捨て頃出ないって言ってるけど、出るはずじゃなかったの？いや、来るんだったら俺チケット、あの SSS 席あるから、もし、ちゃんまん来るんだったら、今から、SS 席、あの、ちゃんまんに差し上げますよ、これ。あの、もし来るんだったら、あの、これ、ちゃんまんに、あの、受付で言っとくから、SS 席。あの、一般席じゃなくて、あの、ちょっとプレミアの高い席。あの、チケット1枚あるんで、もし佐野さん来るんだったら連絡ください。あの、チケット SS 席用意しときます。もし来るんだったらね。そしたら全然あの顔パスで、あの和道からチケット預かってるはずだけどって受付に言ってもらえれば入れるようにしておくから。まあちゃんま顔パスだと思うけど、うん、全然あの僕はあのちゃんまが来るんだったらこのチケット使ってください。金いらないんで、僕あ持ってるんで。あ、いいよいいよ、直接言わなくて。俺から言うと、ほら、あれ、なんか、また売名かってなるから、うん。いいよ。気分がもし向いたら入れますからって。うん、SS 席1枚空いてるから。バチバチだよ。バチバチに行こう、バチバチに。三原ひろむさん、おはようございます。よろしくっす。よろしくです。蹴りもあり、ムエタイルールだから蹴りも膝も肘もありだよ、うん、全部あり。組み技と投げ技とグラップリングと寝技がない感じ。チャランボかわかんないな。チャランボはわかんない。
そわそわしてないよ別に、うん、もう仕上がってるよありがとうボイスさん、ありがとうございます、頑張ります、頑張ります、よろしくお願いします。見ましたツイッター、すごいですね、もう並んでましたね。僕あの2時にあのロハコさんと合流してそのまま向かうんで、23さんいらっしゃい、楽しんでいってください、よろしくお願いします。仕上がったね、メンタル体調全部バッチリだよ、バッチリ。青山弱くないよ別に、強いよ。ステコロはね19時から便所太郎さんのツイキャスで放送されます。ムエタイのスキットで何のことがよくわかんねえ、うん、スパー見たけどちょいビビり癖あるから試合には出ないようにと。パン君今日結果が全てだから、今日の俺を見て、今日の俺を、今日の俺を見てください、今日の俺を、結果が全てだから、俺は全部仕上げてるから。サムネちゃんまに突つ、いやいや、なんでなんで、ちゃんまかけろっつってんの、ちゃんまがかけろっつってんならかけるけど、突つ、うん、放送中でしょ。初コメいらっしゃい、楽しんでいってください。なんか変な鳩が飛んだの、うん、変な鳩が飛んだの、うん、仲いいよ、仲いいよ、今日は関係ないけどね、お互い殺し合いだけどね、緊張で心筋梗塞になったら爆笑してください。お葬式はリスナーさんに任せます、お葬式はリスナーさんに任せます。チケットなんぞなくても入れるし、バカにすんのもいい加減にしろって言ってる。和道のこと分かってないな。いやいや、分かってるよ。うん。違う違う。もし、万が一のために、あれだったら来る気になったら用意してますよって話だから、俺は。うん。ちゃんまんがもし行こっかなって気分が変わった時に、チケットはあるよっていう話をしてるだけだから。うん。してこれ今日だよ。うん。あ、花火よろしくね、買ったら。グローブは試合本番これじゃないけど、俺が練習用に使ってたのはこれね、うん、こんな感じ、結構デカめのグローブ、16オンスってやつね、これ、うん、ありがとう、頑張ります、ありがとう、おはよう、ゆうすけ、うん。俺にそんなこと言ったらアンチ湧くぞ。俺なんも言ってないじゃん。ちゃんまんがもし気が変わったらご招待したいからチケットを用意しただけだから。うん、試合は16オンスだよ。ヘッドギアなし16オンス。キッキさんどうも。
ありがとう、DJ さん。DJ さん、ありがとう。初見さんいらっしゃい、かなちゃん。よろしく。八音素危ないよね。まあまあ、殺人ですよ。してこの配信はね、踊る便所太郎さんのツイキャスで、19時からです。まあ、踊る便所太郎さんの放送、多分サバ落ちとかもあり得るかもしんないよ。どれくらい行くんだろうね。うん。パンチメイン、いや、蹴りも使う使う、全然。何でも使うよ。まあ、それは、ほら、練習とか、YouTube に動画アップしてるから、あの放送ね、始まるまでの間見ると面白いよ。俺の YouTube チャンネル登録したらあるから、見といて。俺の YouTube チャンネル登録しといて。Twitter も Facebook も募集してるよ。1万5000はまあ行くだろうね。石川のりゆきさんとか TJ とかナーボーとか大手がいっぱい来るから。夜勤か、残念だね。ういっすー、シェルさん、ありがとう。ありがとう。ありがとう、花火。景気がいいね。ケーキ漬けの花火ありがとう。前祝いかな。勝利の前祝い。もう勝つって確信してんだ、シェルさんは。勝ったら花火一発くれよって言ってんの。もう全部俺出すから。これは前祝いだね。勝ち確はどうぞ。ありがとう。いいね。粋だね。緊張、ね。今日はね、実は夢見なかったんだよ。今日だけ。仕上がったね。超ポジティブ。超ポジティブ。体もマックスで、いい感じです。いい感じです。YouTube？ うん。そこにね、スパーリングのトップページにあるから、俺のチャンネルの。うん。頑張るよー。くまもこさん、ありがとう。な、程よい緊張かな。ワクワクが 100% みたいな感じ。緊張してないって言うと嘘だけど、恐怖っていうよりもワクワク。10発くれんの？景気いいね。オッケー。オッケー。よっしゃ。行こう。飛ぶよ、俺は。ワドフライハイだよ。ワドフライハイ。飛ぶぜ。俺、脇汗普段からだもん。脇汗すごいのよ、俺。ほら。脇汗の和道だから。和道の和は脇汗の和だから。頑張るよ。ゆっくりシャワー浴びて、体ほぐしながら現場行って、で、もう汗かいて、そのままリングインだよ。バッチバチの殴り合いだから、バッチバチの殴り合い。見せるぜ、俺は。死んだって構わねえよ、今日。ニコニコ時代から見てくれてんの、シェルさん。試合後のことはもう考えてないね。もう9分間のことで頭いっぱいで。もうその後放送するとかどうするとか全く考えてない。全く考えてない。つっちーさん、初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。今日ね、便所太郎さんの枠で19時から。よろしく。勝ったらね、天国。負けたら地獄。最高じゃん。All or nothing ってやつだよ。すべてを掴むかすべてを失うか。All or nothing。いいじゃないか。男らしくて。シンプルでいいよ。
ぶん殴り合って全部掴むか、すべて失うか決めようぜって。よくない?そういうのシンプルで。俺は好きだよ、そういうの。フォローありがとう。よく俺に挑んだな。よく俺に挑んだわ、青山。勇気あるよ。勇気あるよ。頑張るよ、ブルーさん。ええ、ええ。ああ、早く決着つくと思うよ。ただ、まあ、わかんない。だから、いつもパン君言ってんのは、2ラウンドまではしっかり練習の成果出すけど、もし3ラウンドにもつれたら、もう関係ない、ノーガードでぶん殴り合う。もう、その時は約束するわ。関係ない、ノーガードでぶん殴り合い。もう3ラウンド目に入ったら喧嘩だから。互角だってことでしょ ?3 ラウンドにもつれたってことは。リアルで話させていただいたことはあります。多分、和道さんの、え、嘘?マジで?シェルさん。え、いや、俺、記憶力いいから、昔の小手半とか、どこで何したって言ってくれたら絶対覚えてるよ。うん。余裕ではないけど、すっごい気持ちいい、今。すっごいマックス。もうモチベーションも、テンションも高くて、もう超ポジティブで、うん。すごいいい感じ。体もキレがいいし、目覚めも良かったし。うん。もう、すごいいいね、俺は今。最高に楽しみ。最高に楽しみ。勝つか負けるかは勝負事だから分かんないけど、俺はもう早くリングに来て。ツイキャスのタックさんね、ベンジョ太郎さんのツイキャスだけ、放送は。大丈夫大丈夫。もう、ふつふつと。見て。今日の俺を見て。うん、今日の俺を見て、うん。大丈夫。最高の、最高の感じ。今超いい感じ。最高だよ、本当に。最高。うん。しっかり見届けて、俺の生き様。プロでガンガン鍛えてるやつもバテるから手が出なくなると、初めから決めに行く。もちろん、もちろん。当たり前じゃん。もうゴングが鳴ったらもう、ゴングが鳴ったら、だから言ってんじゃん。全部出すから。32年間の人生、全部出すから、生き様。かっこ悪いところ。生きがってるところ。努力してこなかった、サボったところ、悪いところ、逆にいいところ、勇気も、度胸も、全部出してくよ、俺を。この9分間に、俺の人生全部詰めてくるから。いいところも悪いところも、今までの生き様を。うん、もう俺はもう、残す気ないよ。うん、ダンとね、一本ね、新木場ファーストリングにね、マイルストーンを置くから。ガチッと杭打つから。そう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 、オキーフさん。俺のお父さんは、キックボクサーの、プロの。俺は習ってなかったけどね。だから親父、だから、ちょっと不思議な感覚の、お父さんは空手家なのね。プロのキックボクサーっていうか、実は空手家で、で、世界最強になりたくて、その当時、キックボクシングの立ち上げが始まった時期なの。日本のキックボクシングっていうのが、始まる時期なのよ。だからその立ち上げのメンバーなんだよ。夢の中でワド勝ってた?いや、いいね。そう。だからね、くしくもね、俺は子供の頃のお父さんの記憶はワセリンの匂いとかサンドバッグ打ってる記憶がかすかにあるの。ありがとう、ゆうぴさん。頑張るね。そう。すべてをそこに、そう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 、全部ぶつける。あ、結構有名なところだよ。競泳かな?どこっつったっけ?結構一番有名なところじゃない?ジムは。競泳だったかな?そうそうそう、親父格闘家なんだよ。キックは多分、有名なところだよ。競泳っつったかな?俺があんま詳しくないから分かんないんだけど。そう。古いね、格闘技知ってる人だったら、今で言う、マサトとか、プワカオみたいな人で、ディーゼルノイっていう世界最強って言われたムエタイ選手がいるの。で、そのディーゼルノイと唯一やった日本人が俺の親父なんだよね。世界大会で。だから、今50代で、50代、60代で格闘技めちゃめちゃ古くから知ってる人だったら俺の親父の名前わかると思う。あ、簡単に言うとあれだよ。キャプテン翼の若島津くんって俺の親父がモデル。競泳ボクシングだっけ?なんか有名な A なんとかジムだっけな?なんか A が入ってたような気がする。俺あんま詳しくないんだけど。俺が生まれる前の話だから。
そう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 。若島津くんだったら知ってるでしょ。あれ、俺の親父がモデルの。俺本名島津だから。で、空手使いでしょ。若島津くん、ゴールキーパーの。あれは俺の親父。同級生らしい。後輩だかなんだか。中学校が一緒なんだよ。うん、あ、そうなんだ。すげえ。なんだっけ、なんとか B っていうあのブランド、すごいかっこよかったね。キットのブランド。スポーツウェア。なんだっけ、ハニービーだっけ。あれかっこよかった。なんだっけな。ちょっとジムの団体の名前忘れちゃったんだけど。いや、来ないよ。来ないよ。もうだって、小学2年生の時離婚してるもん。寝れた。バッチリ。サボちゃん。完璧な体調。フィジカル、メンタル。そう、さっきも説明したんだけど、この2週間はあえて自分で当日減らるの分かってたから、ネガティブを全面に出してたの。パチンと好転するから。もう、躁うつ病のは分かってるから。一気に躁状態に持ってって。完璧。完璧。もう今日はいい日だよ。もうベストコンディションに仕上がった。いや、俺はもうバッチリ寝れた。バッチリ寝れたよ。大丈夫。サボちゃん。もう完璧。作戦通り。全部が仕上がってる。今日はいける。今日はベストコンディションだよ。完璧な自分が仕上がった。本番めちゃめちゃ強いタイプなの。本番 300% ぐらいのポテンシャル発揮するタイプ。本番の俺はやばいから、実力以上の神がかった奇跡を起こすタイプなの。大会ごとは超強いの俺、昔から。本当にもうね、すごい歓声があったり、奇跡のタイム出したりとか、パフォーマンスやばいのよ。あと、もともとバンドマンだし、ステージ慣れしてるから最高だよ。俺は強いよ。今日の俺は強いよ。最高の状態。全部計画通り。俺は自分の試合のためにベンゾさんが試合組んでくれたぐらいの気持ちで今日は行くよ。俺が主役だよ、今日は。今日は俺の話題で持ち切り。今日は俺の日だよ。俺が MVP だよ。任せて、うん。もう完璧に仕上がった。最高の目覚め。最高のキレ。この目の覚め方は覚醒してる。大丈夫、俺は。いける。うん、いける。花火ありがとう、えいえ、うい、いいね、いいね。価値格、価値格ですか、価値格花火、前祝いありがとう、まゆたもありがとう。そうそう、島津翔吾 ABC さん、そうそうそう、俺の親父のあの名前、島津翔吾。そう、よくわかったね。ジムどこって書いてあった、 ABC さん。競泳じゃなかったっけ、競泳ってボクシングのジムだっけ、競泳じゃなかったかな。そうそう、島津翔吾。よく見つけたね。うん、すげえな。サンキュー。ディーゼルノイで検索したのかな。競泳で、あ、栄光ジムか。ありがとう、ありがとう。栄光ジムだって。栄光ジムだって。ディズニーの役員、違う、ディズニーのオリエンタルランドの役員ではないよ。子会社の役員ね。要はグループ会社の役員。
でもではないよ。うん。なんか勝手になんか湾曲されて伝わるんだよ。もうちゃんと言ってるのに。でも今は役員じゃないよ。うん。あのもう、元役員ね。子会社のだよ。グループ会社の。でももう辞めちゃった。平だよ、今。はい、村雨さんいらっしゃい。そうそうそう。便所が言ってたよ。運動音痴の割にはよくやってると。俺が一番才能ないんだよ。俺が一番弱いんだよ。ここに書いてあるでしょ。俺が一番才能のない選手。だから勝てる。書いてあるでしょ。俺は自分が強いなんて言ったこと、一回も言ったことない。俺が一番弱い。俺が一番才能のない選手。だから勝てるんだよ。だから俺が勝つんだよ。わかる？俺が一番弱くて、俺が一番才能なくて、俺が一番ヘタレなんだよ。だから噛みつくんじゃねえか。だから一番面白い試合になるんじゃん。わかる？才能のあるやつに、何の才能もないやつが勝つ。それがこの試合だよ。ハゲダルマさんいらっしゃい。楽しんでて。今日は祭りだよ。みんなで盛り上がろう。一緒に祭り楽しもうね。俺が一番弱い。才能がない。クズ。だから勝つんだよ。はい、渡辺さんいらっしゃい。楽しんでていい。まだ家。俺だって、あれだもん。新宿だもん。いよいよだね、船虫さん。最高のベストコンディションだよ。ベストコンディション。お、ソニちゃんラブリーいらっしゃい。応援よろしく。コメント欄和道で埋め尽くしてよ。ヘルチャンミ、応援も負けないでよ。コメント欄和道、和道、和道だよ。もう和道しか書かなくていいから。和道コメで溢れ返って。うん。いやーもう格好悪いとかも全部見せるから。全部見せる。全部置いていくから。来る？あれだよ、飲み会やるよ。もしあれだったら、12時、11時とか12時に新宿来てくれたら、キャスバー多分行くと思う。リスナーさんと俺。だ歌舞伎町のキャスバーにいたら俺いるから今日。朝まで多分飲んでるから、みんな。始発ないから。だから来て。便所太郎さんのツイキャス夜の7時から、もしくはリアドしてくれたらステッカーねあるからいっぱい持ってくから、みんな来てよ。まあ、キャスバーも満席で入れないと思うけどね、多分入れないかもしんない、難しいかもしんない。彼女来ない、来ない、もう彼女別れちゃったもん、来ないよ。やってない今は。今普通に、もう普通に花火いただいてるよ。船長よく来るよ。2、3回勝ち合ってるよ俺。完全に別れちゃったね、うん、いやもう練習はしないと思うよ、うん、だから迷ってるけど、あだから未来のことあんま考えてない、めんどくさいから、うん、もう試合が終わってから考えようと思って何にも考えてない、もうとにかく今日の日のためだけにやってきたから、今日の日全部出して終わりだよ。それでまたね一回フラットにして全部ゼロにして、うん、そっからまた一からやり直すんだ俺。体見る。試合当日の肉体改造どうなったか見る。
今日の俺。痩せた。ね、体重は結果的に増えたけど、100キロまで上げようって言って、急に食いまくったの。で、86キロまで、?82 キロか。82キロ。人生最高体重まで増量して、で、2週間で6キロ落とした。だから、肉は残ってるけど、筋肉の量が変わった。筋肉の量だけで言ったら、この3ヶ月でだいぶ増えたよ。腹見る？もともと超ブヨブヨな、俺の腹知ってる人手挙げて。俺のもともとの体、ブヨブヨだよ。もうニートの体だったの知ってる？知ってる人手挙げて。もともとブヨブヨでだらしない体だったのが、知ってる人。元の体知らないとね、ビフォーアフターわかんないから。知ってる？こんな感じだね。腹もなくなったよ。だいぶ変わったでしょ。がっちりしたでしょ。お腹もない。腹引っ込ませてないよ、これ。普通。で、お腹の肉が、ズボンもだからほら、2本。ガバガバ。変わったでしょ。昔から知ってる人はだいぶ変わったっていうはず。3ヶ月でよく変わったと思わない？ 3 ヶ月でここまでやったのはさ、練習の成果出てるの分かるでしょ。うん。かなり変わったでしょ。昔。おー、どうもどうも。ありがとう。香川さんとね、実はコラボ一回もしたことないから、香川さんに会えるの楽しみだったの。だいぶ変わったでしょ。うん。そうそう、ただのデブで筋肉もなかったの。広背筋、こことかもさ、ヒットマッスル。すごいついたよ。腕も太くなったし。いい感じに仕上がってる。いけるよ、今日は。体はだいぶ変わったね。自分でわかるもん。全然変わった。これで本気かどうかわかるでしょ。ありがとう、ドジーさん。ドシーさん、ありがとう。あ、いつでも人は本気になったら変われるんだよ。本気になったら誰でも変われるんだよ。俺、毛深いよ。だから体に出るっていいよね。修行の成果が。3ヶ月前の生放送タイムシフトで見てごらん。ブヨブヨのだらしない体してるから。よくここまで仕上がったよ。うん。まあ、体はね、ちょっと、肉体改造をさらに続けて、1年後ぐらいには腹筋割りたいなとかも思ってる。あ、ありがとう、アリス。書いてくれて。今日よろしくね。ステッカー買えよ、アリス。どっち買うの？赤と黒どっち買うの、アリス。赤と黒どっち買うんだよ、アリス。いや、もうすぐ出るよ。12時には風呂入って、1時ぐらいに出ようかな。うん。黒、オッケーオッケー。両方買えよ。両方買えよ。うん。祝いだよ、祝い。祭りなんだから。両方買えよ。はい、いってらっしゃい、ともさん。花火ありがとう。盛り上げようぜ。祭り楽しもう、一緒に。俺、配信で飯食ってるよ。プロ配信者名乗ってる。うん、俺は職業配信者。
立ったら両方 OK。 頼むよ頼むよ。会場でステッカー買った人はね、あのツーショット無料なんで、写真もぜひ。俺のセコンドはロハコさん。だからロハコさんの家行くの今から。でロハコさんと合流してそのまま会場入り。ロハコさんと飯食って行こうかな。いや起きてる、電話終わってるよ。で二度寝するっつったから、あじゃあ俺起こすからいいよって、寝てて、って。いやだからあれだよ、新宿に来ればいいじゃん夜中。新宿で飲んでるから。俺の LINE 公開してあるから、プロフィールページに。LINE に連絡くれればいいよ、試合後にね。試合終わったら連絡した、今どこって。ただ、あの、LINE 登録する条件は、ふわっちから来たマヨタムですみたいに、コテハン書いてくれた人だけ許可してるから、コテハン書いてない人は申請。ロアコさんできるの？いや、それが面白いんじゃん。試合放送されますよ、太郎さん。ぜひ見てください。キャスの、ベンジョ太郎さんですね。ベンジョ太郎さんのキャスで放送されます。よろしく。だからセコンドだけでも相当なメンツ集まるよ。モンちゃんとか、エビゾーとか、あと、爆走とか。あと誰来んだろう。結構集まるよ。だから、ああ、だってミノワマン来るんだよ。ミノワマンだよ。プロの格闘家来んだぜ。やばくない？ねえ、セコンドでミノワマンとか豪華すぎるだろ。いくらなんでも。うん、バタフライテールありがとうね、いつも応援。よろしく。爆走はだからドレさんのセコンドでしょ。うん。モンちゃんはプロボクサー。TJ さんと石川紀之が解説。TJ 石川紀之が解説。で、リングアナも入るよ。プロのリングアナも来るし、レフェリーは和田レフェリーって K1 で見たことあるっていう人。もうみんな知ってる人。あ、この人 K1 で見たっていう。本格的だよ、相当。プロレスラーが SP に来るぐらいだからね。あと歌もあるし、モモナナとか新野鳥とかナーボーとかリオちゃんとかルルピララピやラウンドがある。そうそう、チャンプロードのおっさんは開会宣言かな。開会宣言が岩崎さんか。超豪華だよ。いや一発目でここまでのメンツ集めるってすごいと思うよ、うん、相当やばいよね。和田レフェリーがレフェリー、やばくない？和田レフェリーのところで戦うんだよ。和田レフェリーにこうやって、はい、バッティングなし、おでこ気をつけてとかやられるんだよ、俺。笑わない？ K1 のさ、あのガッチガチのプロのレフェリーに、バッティングなし、噛みつきなし、肘ありだよとかやられるんだよ。笑うよね。K1 かよっていう。超テンション上がるよ。うん、いや盛り上がるでしょう、うん、盛り上がるよ、うん、その前にぶっ倒れる。いやいやいや、試合前にやるんだよ。試合前にあれだよ、噛みつきなしバッティングなしだよってやるのよ。さすがにその前には倒れないでしょ、うん、あ、和田さん止めるの遅いんだ。のんちゃん来ないって今日、うん、大丈夫なんじゃないの、うん、別にほら、俺らは会場で試合やるだけだから、放送のこととか考えられないもん。それは便所さんの問題だから。便所さんすごいよね、人脈ね。便所さんじゃなかったらこんな企画にならなかったと思うよ。うん。さあ、楽しもう。お祭りだ、今日は。パルパルはナーボーと柔道対決。
解説に素人しかいないのか。いや、解説には TJ と石川紀之だけど、あの、リングアナは、あの、ちゃんとやってる人がいるよ。リングアナ。要は、あの、おっと、右が入ったーとか言う人は、あの、ちゃんとその、か、あの、やってる人が入る。だから解説っていうのはあれだよ。ゲストの何々さん、今のどう思いますかみたいな。リングアナが振るじゃん。そういう役割。石川紀之とかは。今のはいいパンチでしたねーとか一言言うじゃん。さあ、今宵、新木場ファーストリングで配信者たちが集まりました。みたいな、リングアナはちゃんといる。いよいよ、10分後に開演されます。どうですか、石川紀之さん。みたいな。そういう感じでしょ。知らないな、僕が練習したから。パルパルが練習したとか。怪我するのは本人だから。練習しなくて。すごい豪華だよね。よく集めたよな、便所さんも。ここまでのメンツ。あとあれだよ、あの有名な、超一番有名な配信者の和道が来るらしいよ。やばくない？みんな。選手で和道が来るんだよ、あの。すごいよな、和道なかなか呼べないでしょ。和道ギャラ300万っていう噂だよ。いやー、大したもんだわ。あの配信会で一番有名な和道を呼んでるんだからね。豪華だよ。あ、俺か。どうなんだろうね。もうその辺わかんないけど、うん。どうなんだろうね。あのスヌーピーワード送る。あのワード送るから。よし、そろそろ行きますわ。じゃあね、僕の、リスナーさんで、仲間でもある、レクチ君がね、入場曲作ってくれたんだけど、今回その入場曲使えなかったんだけどね、せっかくなんで、それを聞いてお別れしたいと思います。ありがとう、レクチ。じゃあみんなお疲れい。行ってくるぜ。ありがとうね。応援よろしく。じゃあね、お疲れい。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。